台風6号の今後の見通しについて、気象予報士の佐藤さんの解説です。はい、沖縄本島では再び空の便が大きく乱れる恐れがあります。台風6号はこの後 U ターンして再び沖縄本島や奄美へと向かいます。日曜日にかけて瞬間的に40メートルから60メートルの暴風が吹く見込みです。改めて暴風や高波、大雨に警戒を強めてください。 再び空の便が大きく乱れるといったことも十分考えられます。台風の今後の進路です。週明け月曜日以降、ですね、次第に北寄りに進んで西日本に接近、上陸の可能性が出てきました。強い勢力で近づいてきます。来週は九州、四国、近畿で警報級の大雨、暴風となる見込みです。台風の一方、北海道は活発な前線の影響で大雨となっています。 明日にかけても北海道断続的に激しい雷雨となり、最大100ミリの雨が降る見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。大雨や台風のシーズン本格化しています。避難経路の確認や停電対策など早めの備えをお願いします。